そういうままでいくと必ず、ね、それらの企業は、ね、いつか本当に死んでしまう。皆さんこんにちは、トーマグループ東間です。東間明夫の100年企業レポート、作りレポート、ね、永続企業にしていくためのエッセンスをお届けさせていただきます。もう20年以上これ書いています。その中でですね、今日はですね、あなたの会社は生きてますか、死んでいる会社が多くあります。皆さんの会社ももしかしたら死んでいる会社かもしれません、ね、このお話をさせていただきます。生きている会社っていうのは会社全体が大きな熱を帯び、ね、リズムで考え行動し、新たな創造に向かって社員たちの 心が奮い立っている会社です。絶え間なく挑戦し、絶え間なく実践し、絶え間なく創造し、絶え間なく退社する、ね、会社となっています。その逆が死んでいる会社です。売上などの数字は必ずしも関係ありません。今業績が良かったとしても死んでいる会社は多いのです、ね、私から見て死んでいる会社はあまりにも多い。要するに何もしていない、何も手を打っていない、今だけを考えている会社があまりにも多い。そういうままでいくと必ず、ね、それらの企業は、ね、いつか本当に死んでしまう。やっぱり常に革新をし、ね、いろんなことに取り組む。 5G に皆さん研究してますか、ね、SDGs これ、ね、検討していますか、ね、ですからそういう意味ではそういうもの、ね、AI をいろいろと活用していますか、効率化できてますか、新商品開発できてますか、そういうのを常に考えていかないと。昨日でいいんだと思っている会社は去年と同じでいいんだ、現状維持でいいんだと思っている会社は死んでいる会社です。この死んでいる会社になっている会社があまりに多い。商工会議所で、ね、あのアンケートを取ると現状維持というのが6割ぐらいあるそうです。現状維持ははっきり言うと死んでいる会社です。そういう会社を選ぶのか、ね、残る会社に選ぶのか、最後は、ね、皆さんの経営者の意識にかかっているというふうに思います。東間もそういう経営計画とかそういう、ね、ものをお手伝いしますので、何かあればお手伝いできしますので、ぜひご連絡をいただきたいというふうに思っております。どうもありがとうございました。